スは割と結構の外国人とか補強結構積極的で、うん、まあマエストリーもそうやしね、カラバヤもやし、ね、割とそうやって取ってくれるのが多い。試合自体はスカウト来てるの NBB の人は。まあ毎試合じゃないけどね、見に行きたい選手とかいれば来るし。それ事前に連絡してくれるの？いやまあする時もあればポッとね来る時も、まあピッチャーとかはそのいつ投げるかっていうので見に来るかっていうのもあるから。そう、連絡来るんだ。うん、でもそれは結構その、あのやっぱ NPB のコネクションで監督とかと直接もう話をしてうちを球団通さないでパッと話聞いてきてたりはする。なるほどね。じゃあちょっと監督誰をアサインさせるかも結構重要なんだ。その監督がの人脈で引っ張ってくれるかもしれない。それはあるよ、ね、西田監督とか香川なんかはもう毎年 NPB 送ってるけど、やっぱりそれは少なからず西田監督の力はあると思う。じゃあそうなると西田監督にもお支払いするお金っていうのもちょっと他球団よりも高かったり。全然高い。あ、やっぱりね、もうビジネスだねその辺は。香川、香川で結構金銭的に苦しいから。コーチは今現在監督は、こちら広田澄夫さん、元阪神タイガース、ロッテ阪神。やっぱロッテとの癒着がその中で強くなると。それはない、はい、だってその後コーチして巨人とかいろんなヘッドコーチとかもやってるし。